はい、おはようございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話ですけれども、今日は人に感謝を求めると面倒くさがられるという話をしてみたいと思います。誰かこう知り合いを頭の中に思い浮かべてみて、こう感謝してほしい、感謝してほしい、感謝がない、感謝がないっていう形で感謝をこう求めてくる人っていうのは、ついちょっと面倒くさくなってしまいますよね。ただそれでもすいません、それでもこう自分は感謝してほしいって意外と思ったりするんですよね。認めてもらいたいとかもそうですけれども、じゃあどうしたらいいのか、もういつも言いますけど、まずは自分からっていうのが大切ですもんね。なのでこう幸せになるっていうのもそうですけれども、こう感謝を求めるっていうのもまずは自分からなので、自分が相手に感謝をするっていうことが大切だと思います。なのでこう、幸せもそうですよね。自分が持っていないものっていうのは相手にあげることができないわけですから、自分が幸せであって初めて相手に幸せを分けることができるんですよね。例えば今の時期冬なのでみかんを持っていないと相手にみかんをあげることはできないわけですから、幸せも一緒だと思います。で、感謝も一緒で、こう相手から欲しい欲しい欲しいって言ってこうねだってばかり言ってもなかなかうまくいかないですよね。でも相手にこう感謝の気持ちをあげると相手は感謝の気持ちを受け取って持ってるわけですから、それをまた大きくして返してくれるっていう形になると思います。なのでこうみんながこう大きくできるわけではないので、感謝をあげて必ず返ってくるわけではないと思います。ただこう相手に感謝をあげないと相手はその気持ちを持っていないわけですから、やっぱりこう まずは自分から相手にあげる、でそれをこう大きくして返してもらうっていうのが、一番こう理想な形なのかなと思います。ただそれがこう返ってくるとはわからないですもんね。感謝を気持ちをあげる、でも相手はこう返してくれるんじゃなくて他の人にあげちゃうかもしれないですもんね。ただそれってこう回り回ってこう自分のもとに返ってくるんだと思います。なのでまずは自分からどんどん配っていかないと相手からはもらえないっていうのが、感謝も一緒だと思います。なのでこう相手にこう不幸をあげる、例えば悪口をあげるとか、あとはこう嫌な気持ちをあげるとかっていうのも、結局相手にそれを渡しているわけですから、相手から返ってくる、もしくは直接返ってこないにしても回り回って自分に返ってくる。しかも回り回って返ってくるときは大体大きくなって返ってきますから、例えば陰口を言うなんていうのは回り回って自分の元に大きくなって返ってくるわけですよね。ただ陰で誰かを褒めるっていうのも回り回って自分に大きくなって返ってくることがやっぱりあるわけですから、どうせここ返ってくる、もらうのであれば幸せな気持ちとか嬉しいものがいいですよね。なのでこう誰かに何かをあげるっていうのは、お金や物だけではなくて言葉というのもプレゼントになります。なのでこう言葉をプレゼントするのであれば、どうせプレゼントするなら幸せになるような言葉をプレゼントしてあげた方が、回り回って自分に返ってくるわけですから、そっちの方が自分自身も幸せになれるわけですよね。なので言葉が人間を作るとか、言葉が人間関係を作るってよく言いますけれども、本当のことだと思います。なので、今日はクリスマスイブ、明日はクリスマスということで、今日12月24日、今7時14分なんですけれども、誰かにプレゼントをあげる、でも小遣いがないなっていう人は、言葉をプレゼントしてみてください。言葉のプレゼントっていうのはこう、例えば食べ物のプレゼントをあげても、食べたらなくなってしまいますし、物のプレゼントもいつかは壊れてしまいます。ただこう言葉というのは心に刻まれたものっていうのはずっと残りますもんね。その心に刻まれるものっていうのが幸せな気持ちであれ傷であれずっと残るわけですから、どうせだったらせっかくクリスマスなので幸せな言葉を誰かに大切な人にプレゼントしてみてください。感謝の気持ちでいいと思います。それでは和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。